3月13日月曜日の全国のお天気をお伝えします。低気圧や前線の通過に伴い雨の降るところが多くなります。通勤通学の時間帯は近畿や東海などで雨が降りやすく強まることが考えられます。また関東から北のエリアに関しても午後ほど降りやすくなるところが多くなりそうです。各地前線通過時は一時的な強まる雨、雷あられ、突風などに注意が必要です。ただその後西からは天気が回復し日差しが届くところもあります。ただ日差しが届いても冷たい北風が吹くため気温があまり上がらず寒くなりそうです。各地ひんやりとした体感となりますし前日との気温差も大きくなりますので服装でうまく調節を行ってください。西日本などでは雨上がりで花粉の飛散にも注意が必要ですし積雪エリアでは融雪災害にも引き続きお気をつけください。お天気アプリウェザーニュースでは明日の天気も確認することができます。ぜひご確認ください。